皆さんこんばんは。それではポケモンスカーレットの続き、今回はスター団の悪組へ行きます。悪組といっても、この子たちが特別悪人なわけではなく、悪タイプのポケモンばかり使うってだけです。校長先生、こんにちは。相変わらず意味のない選択肢。これで校長先生の目的は分かりましたね。では早速、悪組のアジトへ行きます。こんにちは。この選択肢には意味があるんだろうか。悪組ってもっと低レベルの頃に来るとこなんですが、
ルセウスのキャラに比べたら、あれくらいは普通でしょう。はいはい、ありがとう。BGM 担当ってのがよくわからんけど、成功法も何もいつもやり方変わらないよね。ではさっさと突入します。やることは前の炎組の時と同じです。これで終わりですね。2分はかかっちゃうのか。
車は全ボス共通です。もうちょっとボスごとに違うの出して欲しかったけどね。これだけレベル差あるとタイプ相性もあまり意味がありません。そういうことにしておこう。自由行動でほとんど行ってないんですが、
ゃんと話を聞きに来る校長偉いな。コライドンに気に入られたか。正直言うとめちゃくちゃ弱い。SNS をいちいちハッキングするな。普通に見れるでしょ。これでスターダン枠組みもクリアしました。それでは今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。